みんなはいつイクイノックスが歴代最強クラスと気がついた？に対するみんなの反応。ダービーのラップと3歳飽き点の異常な末足でヤバくね？とは思ったが4歳飽き点かな。ガチのマジでトースポ杯で最強クラスになるって思ったぞ。3歳天皇賞秋です、ごめんなさい。変な名前だなぁと、クラシックの時は2着固定してました。体も出来上がってないのに春クラシック両方を外で2着だった時だな。関係者もみんな良くなるのは秋以降って言ってたのに、ポテンシャルだけであれだけやれるんだもん。ドバイで馬なりで逃げ切った時なんやこいつってなった。普通はドバイでね、有馬の次にいきなり、あれはビビった。競馬初心者な自分だけど、ドバイはほんと怖かった。え、逃げんの？大丈夫？矢印なんだこの化け物って感じだったな。最強クラスと理解したのはドバイシーマ。単独最強と確定したのは2度目の秋天。気づくの遅いって？まあ普通はこんなもんだろ。ドバイで逃げて大丈夫か？と思って見てたら、あそこから普通に後続突き放して衝撃受けたわ。逃げていつもと同じ足使える馬って本当にいたんだなって。23年のドバイシーマ。鼻に立って 2400m 逃げ切れる馬は強いからね。有馬だろ。当時ここでもナリブ、オルフェ級の勝ち方だって騒がれてたぞ。有馬で他が必死に手綱しごいてる中で持ったまんまでコーナー回ってきたの見たとき、有馬で強いと改めて思った。ドバイでとんでもないやつになってるって興奮して、それ以降は見てた。3歳秋天、エフフォーリアくらいかな。3歳有馬、ゴールドシックくらいかな。ドバイ、こいつやべえわら。3歳有馬で雲なく大砲ぶち抜いたときに気がついた。とはいえドバイではドン引きしたのはみんなと同じ。ドバイ SC で現役世界最強だと確信した。秋戦で日本競馬史上最強だと確信した。こりゃ来年には手がつけられなくなってそうだなって思ったのが3歳秋戦。強さにドン引きしたのがドバイシーマ。正直に白状します、22秋戦前まではシルコレ止まりだと思ってました。終わってからはイクイノックスのことばかり考えるようになりました。ドバイもすごかったけど宝塚だな。あれだけ不利な展開だと大体負けるからな。シーマ楽勝からの宝塚兄弟外分回し。敵を期してで負けして、アホみたいに大外分回して、無知一発でグランプリを勝つんだから異常だよ。新馬戦から追いかけてた身としては宝塚は勝てるのかって正直驚いたな。勝てると信じつつも具体的には適正外を感じてたから。しかも後から振り返ると調子悪かったっぽいし、あれはなんで勝てたのか未だにわからん。競馬痛みはダービー後にはもう気づいていた。トースポで来年のクラシックは全部この馬で行こうと思ってたから、ダービーは大負けしたな。サツキは犬種の違いで勝てたけど、歴代最強クラスかもしれんとなったのはさすがにドバイ、23秋天で確信に変わった。サツキ、ダービーあたりかな。確信はやっぱパンサラッサ差し切った天秋だわ。サツキ賞の直前には本当の意味で三冠馬クラス、つまりオルフェーブルクラスは狙える馬だと自信を持って言えた。まあその後のサツキ賞を見てダービーは下手したら落とすのも分かったけど、まさか本当にそうなっちゃうとはな。これ言うとつぶってるように見えるかもしれんけど、サツキ賞は強さを感じた。トースポ杯からのナメク直行でクラシック連帯とか、これからもそんな馬は出てこないと思うよ。トースポ杯で G1 は絶対勝てると思ってたけど、歴代最強と思ったのは有馬だわ。あれ見てディープクラスと確信した。競馬長いやつとかなら新馬戦でヤバいと思うはず。新馬だろ、絶対勝つのに2番人気で4倍とか信じられなかった。レース後はもっと信じられなかったが、ルメールは新馬終わった時からテンション高かった気がする。レッツとか見てると新馬のタイムも指数もすごいからな。その後のトースポは予想通りで、サークルオブライフの阪神 JF で確信したから、サツキダービー負けても成長負けたわ。新馬からずっと応援してたけどラストランまで疑ってた。負けてショック受けないための自己防衛だったけど、最強だったからいらん心配だった。新馬6馬審査の後、トースポ杯で32秒台で差し切ったあたりからもうその素質ありと見てたよ。走り方がヤバかった。頭を下げて前肢がぐんと伸びる大きなストライドに目を奪われた。有馬でかなり強いなとは思ったが、さすがに史上最強レベルだとはドバイまで気づかなかったな。幼稚園の頃から30年競馬を見てきたが、イクイノが最強馬だ。ドバイで負かした連中が欧州主要レースで主力を形成してる時点で規格外すぎる。正直4歳秋天まではまだエースインパクトの方が強いと思ってた。4歳秋天を見てエースインパクトに同じことができるのかと疑問を持って、 JC でもしかしてイクイノックスの方が強いのかと思い始めた。ちょっと前までアーモンドアイ乗ってたルメールが JC 泣いてたの見た時だな。わかる、アーモンドアイ異常なんだなって思った。昨日です、レーティング135と聞いておみそれしました。レ
世代最強だと思ったのが皐月賞ダービー、現役最強だと思ったのが有馬記念、世界最強だと思ったのがドバイシーマ、歴代最強だと思ったのは2回目のアッテン。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。